ねえ君、トレンディーだね。うん、トレンディーエンジェル。どうも、ブレイクスルー佐々木です。はい、というわけで皆さんこんにちは、ブレイクスルー佐々木です。はい、今日やっていく企画はですね、僕の相方のピカチュウさんに関する説でもあるんですけれども、マサルターンのサトシさんいるじゃないですかね。彼は肩の上にピカチュウさんを乗せているわけですよね。で、このピカチュウさんはよく10万ボルトを発されるわけじゃないですか。10万ボルトって人間にとってはかなりのダメージを食らうほどの電圧だというふうに思うんですけれども、まあ、サトシさんはなぜかダメージを食らってはいるんですけれども、渋滞には至っていないということなので、それがまあなんでなのかということについて、今回解明されたということで、説明していきたいなというふうに思います。それじゃあ説明していきましょう。準備はいいかな？まずですね、まあ、人間が10万ボルトを食らったらどうなるのか、ということについて説明していきたいなっていうふうに思います。平凡社、の世界大百科事典によるとですね、まあ、人は感電して呼吸麻痺を起こす電圧っていうのは、まあ、体が乾燥している状態で1500ボルト。で、体が濡れている状態で150ボルトという風な記述があります。すなわちですね、まあ、人はどんな状況においても1500ボルトの電圧を受けると死んでしまうんじゃないのかということがわかります。しかしですね、ピカチュウの10万ボルトはその67倍なんですね。それで感電によるダメージっていうのは、まあ、電圧の2乗に比例するらしいので、67×67 で、まあ、4400倍ものダメージを受けてしまうということがわかります。で、これを実際にどうなるのかを計算した人がいるらしいんですけれども、計算したところ全身の水分が 0.5 秒で沸騰してしまうほどの電圧をかけられているということがわかります。まあしかしゲーム中では悪くてもポケモンは禁止状態になるだけだし、アニメで言うとまあサトシとかロケット団の連中っていうのはピカチュウの10万ボルトを食らったとしても翌日にはピンピンしているわけじゃないですか。で、これはなんでなのかっていうと、ある一つの仮説としてピカチュウの10万ボルトっていうものが、まあ、空中放電によるものなんじゃないのかなっていう説があります。基本的に空気は電気を流さない媒質なんですけれども、電圧が上がると、まあ、ある限界を超えた時に一気にバン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 という風に電流が流れるようになっているんですね。例えば空中放電に代表的なもので雷があります。で、空中放電が起こるためには、まあ、莫大な電圧が必要になってくるんですね。で、どれぐらいの電圧が必要になってくるかっていうと、距離1メートルにつき50万ボルトの電圧を必要とするらしいんですよ。ということはピカチュウの10万ボルトではまあ理論上20センチしか電気が飛ばないということがわかります。しかしですね、まあ、アニメなどの描写を見てると確実にピカチュウの電流は20センチどころか、まあ、少なくとも5メートルは飛んでいるということがわかります。すなわちですね、これを実現するために必要な電圧っていうのは50万ボルト ×5 メートルで250万ボルトということがわかります。すなわち5メートルも放電できるピカチュウの10万ボルトの電圧量っていうのは、まあ、10万ボルトどころか250万ボルトということがわかります。というわけでいよいよね、サトシとかね、ロケット団はね、命が危ないっていう風に思う方もいると思うんですけれども、ここで話を変えてね、日常生活で巻き起こる電圧について考えてみたいなという風に思います。実は我々の日常生活にも1500ボルトを超える電力を受けることが多々あるわけなんですね。例えば、まあ、今冬ですけれども、例えば冬に、まあ、指とドアノブの間で起きる静電気があるじゃないですか。で、あの静電気の電圧量って1万ボルトほどあるわけなんですね。それでも我々が死なないのはなんでかっていうと、1万ボルトというものは指とドアノブの間にかかる電圧であって体にかかる電圧ではないからなんですね。というわけで、まあ、先ほどから言っている致死限界1500ボルトというものは体の、まあ、頭から足先にかけて1500ボルトかかっているだとか、まあ、そういう状況における1500ボルトを言っているんです。また雷の電圧とかも2億ボルトというふうに言われているんですけれども、まああれは雲と、まあ、地面の間にかかる電圧であって人体に直接的にかかる電圧ではないので、まあ我々は雷を受けたとしても死んでしまう人も、まあ、もちろんいるんですけれども、まあそれでも生還する人もたまにはいるということがわかります。すなわちですね、まあ雷とかの電圧の大半は空気中を飛ぶのに消費されてしまうんですね。したがって、まあピカチュウの電圧も同じで250万ボルトの電撃を放ったとしてもその大半は空気中を飛ぶのに消費されてしまうんですね。それで例えば、まあ、ロケット弾が死なないところを見ると、まあ、彼らの体には1500ボルト以下しかかかっていないということがわかります。その場合、例えばピカチュウの電圧が250万ボルトとすると空気中で消費されてしまう、まあ、電圧が249万8500ボルトということがわかります。
そしてそれだけの電圧を消費する距離というのは4m99cm7mm という、長さになってくるんですね。でこれより近いとロケット弾の体に 1500V の電圧がかかってきてしまって死んでしまうし、もしこれよりもかなり遠い場合はそもそも電気がロケット弾の体にかからなくて、まあ、アニメのようなロケット弾が電撃を受けているような描写は考えられないということがわかります。すなわちですね、まあ、ロケット弾はどのような位置にいるかというと、ピカチュウから 4m99cm7mm 以上5メーター以内にロケット弾は常にいて、まあ、ピカチュウの電撃を、自ら計算してね、食らっているということがわかります。すなわちですね、まあ、許される誤差は、まあ、たったの3ミリで、前の前の運がいいロケット弾なんですけれども、これが適用されるのは、ピカチュウから離れているロケット弾だけじゃないですか。で、まあ、改めてサトシについて考えると、サトシはピカチュウを肩に乗せて10万ボルトを食らっているわけじゃないですか。で、これについてはマジで意味わかんなくて、サトシが相当な帯電体質なんじゃないかというふうに結論付けるしかないわけですね。というわけで結論、サトシはゼロ話でゴムゴムの実食ってやるに違いない。